今度は西コースの1番ホールに来ました。気をつけるポイントとしては、左に少し OB 杭が見えるんですけれども、まあさほど気にするほどのものでもないと思いますので、もうグリーンの方まっすぐ向いて気持ちよく振っていきたいと思います。あ、うわ、ちゃっけ。あ、すいません、またちょっと青森弁が出てしまいました。グリーン小さいってことですね。ティーグラウンドからは全くこういう風には見えませんでした。やはり何かかしら罠があるんですね。見当たらないですね。手前からっていうのが攻め方になると思います。2番ホールにやってきました。まあ、ちょっとグリーンの端っこギリギリナイスオンですね。うわー、すごいフックします。ということはグリーンの受け傾斜がきついってことですね。今度は3番ホール、ティーグラウンドから見るとまあグリーンの左が傾斜してても、 OB グイの方に全部転がっていってしまいそうなホールですね。まあ、右にバンカーもあるんですけれども、少しグリーンの右エッジ方向を狙っていきたいと思います。まあ、ホームランだけしないようにちょっと心がけておきましょう。では打ってみます。はい、4番ホール、グリーンの手前に大きなバンカーがあります。もう高い球を打つ自信がある方はもうバンカーの上まっすぐ行ってもいいと思うんですけれども、まあ、おすすめなのはやはりバンカーをちょっと避けて右の方から狙っていきたいと思います。今度は5番ホールですね。83ヤードここはうまく打てました。ピンそばナイスオンです。今度は6番ホール、55ヤードですね。ぴったり寄せるんだったらちょっとワンクッション気味がいいのかなと思いますけど、奥行ってもいいつもりでキャリーでグリーンを狙っていきたいと思います。7番ホール、59ヤードですね。木の枝が邪魔ですね。なので高い球打つ自信のある方はあのグリーンまっすぐ狙っていっていいと思うんですけれども、まあ少し低めに打つ方はグリーンの右端とピンの間ぐらいを狙っていくといいと思います。来てみると、事件が起きております。大きなバンカーがありました。事件は会議室で起きているんではなく、グリーン奥で起きているんだ。今度は8番ホールですね。で、ここもピンの方向に行くと、結構木が邪魔してます。ここも高い球で行ければ越えるんでしょうけど、まあ少し右目を狙っていきたいと思います。でさっきちょっとオーバーしているので、ここは右手前からですね。西の最終ですね、9番ホール、まあ、狙いとしてはちょっと低いですけど右に木がありますので、まあ、旗よりも少し左を狙っていきたいですね。ピンの右にちょっと飛んでったんですけど、右手前とりあえず乗ってくれたみたいですね。はい、お疲れ様でした。今西の9ホールですね、ちょうど回ってみたんですけれども、まあ、西の方は比較的距離は短かった印象です。やはりこうトリッキーになってるホールが多くて、攻略法としては闇雲にピンを狙ってグリーンを狙っていくとですね、やはり奥のどうにもならないようなところに行くケースが多いと思いますので、しっかり手前からっていう
こう攻め方をですね9ホールやりきっていただきたいと思います。いよいよ始まります北谷津ゴルフガーデン決勝大会。日頃の練習の成果をですねここで存分発揮していただいて、特に本当小技の名手の方が有利なコースだと思いますので、まあ決勝36ホールあると思うんですけれども、しっかりコースマネジメントを立てながら、頑張っていただきたいと思います。皆さん優勝を目指して頑張ってください。